あ、どうも、小野さんです。今家で撮ってます。特にもないですけど、ブリューの話をします。ブリューっていうのは、テキストから動画を生成したり、動画に AI で字幕をつけたりするやつです。で、なんか今池早さんがよく YouTube で、YouTube やられてるんですけど、それの字幕がこのブリューっていうサービスを使ってるみたいです。この動画の後に載っけるんですけど、僕が作ったやつあえて無編集で載せました。無編集っていうかテキストで動画を作ったんですけど、出てきたそのまんまを、載せます。で、テキストから動画を作ると、字幕と合わせてその場面に合った、画像とあと読み上げ音声っていうのが一緒にセットもうフルセットで出てくるんですよ。で、まあ多分見ていただいたら分かると思うんですけど、結構手直しが必要なところが多いんですよ。でも僕の最初の印象としては、今言った字幕、画像、読み上げ音声、あと BGM か、これが一度で、一つのプラットフォームっていうかサービスで出てくるっていうのはすごい、僕はいいんじゃないかなと思いました。やっぱり今 AI いろんなの出てますけど、音楽に特化したやつ、画像に特化したやつ、読み上げ音声、とかに特化したやつ、字幕に特化したやつっていっていろいろありますけど、全部一つの動画を作るためにこの4つのサービスをこうあっち行ったりこっち行ったりってやるの大変じゃないですか。なんで、こういったブリューみたいな一つのサービスで、一度で、まあ、手直しは多少いるんですけど、っていうか結構いるんですけど、でも一つのプラットフォームでできるっていうのはいいなって思いましたので、見てくださいっていう前に、ちょっとプランだけ最後説明します。4つプランがあります。0円のフリー、ライトプランの900円、月900円、スタンダードプラン月1700円、ビジネスプラン、4500円で、それぞれですね、全部言ってったら、ちょっと大変なんで、ざっくり何が違うかというと、毎月1日に払ったんやと言ってたから、音声分析と AI 音声と、あとテキストとかそういう動画とかの翻訳と画像生成、テキストでビデオ作成、3000字とか、これか、今言った 1,2,3,4,5 5つが今プランに応じて増えていくって感じですね、クレジットが。なので無料プランだと音声分析120分ですけど、ライトプランに加入したら音声分析1200分とか、スタンダードプランだったら6000分、ビジネスプランだったら7200分、画像生成、無料プランだったら100枚、ライトプランだったら1000枚、スタンダードだったら5000枚、ビジネスだったら6000枚っていう感じで、まあ分かれてるそうです。で、いずれにしても、ちゃんと条件はあるはあるんですが、一応商用利用は可能で、有料プランに入ると動画の左上に出てたブリューの、出てくるブリューのウォーターマークが、削除されたりですね、AI の画像をダウンロードできたりとか、そういったところが、つくそうです。はい、なので今この動画の後に作ったやつを載せたいと思いますんで、ご覧ください。どうも、小野さんです。小野一馬と申します。初 YouTube デビューでございます。今車のダッシュボードにスマホ固定して撮影しているんですけど、ビヨン行っています。今僕は仕事中なんですよ。トラックの仕事をしていて、今、福島の小野町から時は道に乗って東京に帰ってくるところですね。これ右だ。普段は、
声だけでラジオ風の配信をスタンド FM でしていたんですけど、声だけで成立しているので、別に映像を残す必要があるかと言われたらないんですけど、まあ YouTube をやるということで、一応、申し訳程度に自分の顔をちょこっととこの辺り映りつつ、あとはもう風景ですよね。ほぼほぼ風景という作戦です。実は私は、スタンド FM でずっと放送していたんですけど、それが昨日ちょうど365回放送できたんですよ。連続か連続じゃないかと言われたら怪しいんですけど、まあ面倒くさいので連続ということで継続できたということで、メリットデメリットいろいろわかることがありました。とりあえず、音声業界は、YouTube がオワコンと言われてから久しいと思うんですけど、その後は音声コンテンツの方に人が流れるんじゃないかみたいなところがあったと思うんですけど、1年間音声配信をやってみて思ったのは、割とニッチだなと思いました。音声コンテンツだとボイスシーとかスタンド FM とかで、私ら含めて聞いている人は多いんですけど、普通の一般の人にボイシーって知っているか聞いても、大概の人はわからないんですよね。まだ、耳で学習する。つまりラジオをスマホで聞くという習慣が浸透していない感じがしますね。ボイシーっていうサービスも2017年ぐらいから始まったんですかね。7年ぐらいですから、まだまだ長い目で見ないと結論を出すのは早いかなと思いつつ、音声配信の元々のキャパはこのぐらいなのかな、適正のキャパはこのぐらいなのかなと思い始めています。一方で、YouTube はすごく見ますけど、やっぱり YouTube は情報収集の手段として優れているんですよね。私は基本的に YouTube を見ないで、ほぼ聞いているんです。作業しながらよく流すことがあって、稀に見るぐらいです。野菜ジュースを飲んでいるとバレるの辛いな。YouTube は本当に優秀だなと改めて感じています。一つのインフラとしてすごく発展してきたなと感じていて、私は YouTube じゃなくて音声配信をやっていたと考えた時に、やっぱり YouTube 撮るのは面倒だなと思いました。そこら辺のハードルにあるのかなと思っています。私は今仕事中で作業着ですが、髪の毛を整えたり、髭を剃ったり、女性なら化粧をしたり、着替えてシャキッとした格好をするとだるいですよね。私はもうそういうのをするのがめんどくさいので、やらなくてもいいと思っています。編集もしません。それさえクリアできたら、みんながつまずくポイントである継続ができたら強いのかなと思っているんですけどね。結局理想を言うと、やっぱり YouTube の方が多くの人に届くのはわかっているけど、やっぱりそういったハードルから音声配信にシフトしている人が多いと思うんですよね。実際、そこら辺は妥協じゃないですけど、でも受け手側にとってはどっちでも関係なくて、発信者側の都合だと思うので、私はそっちの努力をちょっと頑張っていきたいなと思ったんですよね。何か本質的なことを言いたいんですが、そんな感じですよ。とりあえず、やるべきこととしては発信の方向性が決まっていないことです。これはマジでマジで何もありません。NFT や Web3、仮想通貨に割と詳しいのかなとは思うんですけど、それでもがっつりやれるほど詳しいわけでもないし、いろんな副業で小銭を稼いでいますけど、そっちも中途半端なんですよね。だからそのあたり、走りながらでいいかなと思っているんですけどね。決めていくのは難しいですね。そういうのもやらないとわからないことなので、やっぱり YouTube 力って必要だと思うんですよ。サクッと撮って、サクッと YouTube に上げられたり、カメラの設定だったりと、僕はあんまりこだわる予定はありませんけど、最低限の音声で聞きづらいとかだとちょっと厳しいので、そのあたりの知識や技術は多分やらなきゃ覚えないところなのかなと思うので、勉強も兼ねて YouTube を頑張っていこうと思います。そうですね。皆さんのお役に立てるような情報を頑張って発信していきたいと思いますし、方向性も定めていけたらなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。では、さようなら。